岡山県出身、安田茂友の三男として生まれる。歳美学校、大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1909年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、公平少尉に任官式球体付けとなる。1912年11月、陸軍方向学校高等科を優等で卒業。 電信体付けなどを経て、1913年9月、帝国大学理工学部陸軍派遣学生として、東京帝国大学工学部電気科に入学し、1916年7月に卒業した。シナ中東軍司令部付、電信連隊中隊長、方向学校教官、教育総監部付、ドイツ駐在、電信第一連隊付け兼方向学校教官、 陸軍通信学校研究部主事、関東軍特務部員、通信学校研究部主事、陸軍省軍務局防備課長、兵務局防備課長などを歴任し、1937年3月、陸軍省省に進級。陸軍航空技術研究所付、陸軍航空本部、第二部長、県大本営野戦航空兵器長官、航空技術研究所長などを経て、 1939年8月、陸軍中将となった。1940年、航空技術研究所長時に、ウラン235が核分裂するときに大きなエネルギーを放出することを知って爆弾に応用することを着想し、1941年に陸軍が理化学研究所に原子爆弾の開発を委託するきっかけとなった。 第一航空軍司令官を務めた後、航空総監兼航空本部長となるが、1944年3月、陸軍内で提案されていた特攻作戦にことを唱えたため、東条秀樹首相によって更迭され、公認に、高級、厚主大将が任命され、同年末に企画は、実行に移された。他に、 多摩陸軍技術研究所長、軍事参議官兼摩技術研究所長などを務め、終戦時には第一航空軍司令官として首都防衛の任を担っていた。1945年12月、予備役に編入された。1955年9月24日、防衛庁顧問に就任している。ありがとうございます。